リビアの原種は、リビアの原種である。1969年クーデターによって王政が、打倒され、共和制に移行した。共和制移行後の国語は、リビアアラブ共和国、社会主義リビアアラブジャマーヒリーア国、大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーア国、リビアと変遷した。大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーア国の、最高指導者及び革命指導者が大リビアの、 事実上の最高指導者であった。ムアンマル・アルカ・ザーフィーがその地位を独占していた。2014年9月に飛ぶルクの大議員を正当な議会として認めない、反政府組織、リビアの夜明けが組織されて、新国民議会を設置し、一方の大議員も、ヌーリー・サハマインを引き続き議長としたため、リビアは事実上の二重政府状態となった。両者は、 国際社会からの後押しもあり、ハイズサラアジオ主犯とする統一政府、国民合意政府を樹立することで合意し、2016年4月5日に国民議会はサラアジオ議長とする大統領評議会に権限を委譲するとした。ただし、もう一方の大議員は国民合意政府を承認しなかった。国民議会も2016年10月に国民合意政府に大祝デタータを格索し、 復活するなど、複数の勢力による、リビア分断が続いた。2021年2月に、スイスのジュネーブにて会合が開かれた、国連主導のリビア政治対話フォーラムにおいて、12月の、選挙まで、暫定的に、大統領評議会議長を、ムハンマド・アル・メンフィ、首相を、アブドゥル・ハミード・ドベーバとすることで合意し、3月10日に飛ぶ、ルクの大議員がドベーバを主犯とする、 暫定政権の閣僚人事を賛成多数で承認。トリポリの大統領評議会側も新政権への権限以上に同意し、3月15日に暫定統一政権が発足した。ありがとうございます。